ホテルの Wi-Fi 安定したかな。ホテルの Wi-Fi おかえりなさい。なんかやっぱ咳込むな。のこさん、なんで咳込むんだろう。いや、風は絶対引いてない。風は絶対引いてない。今んとこ大丈夫。喉痛くない。うん、疲れとかもあんのかな、わかんない。これ Wi-Fi 大丈夫なんか、本当に。Wi-Fi 大丈夫なんかな。いや、声は別にタバコ吸ったから変えれてるけど、今んとこ大丈夫。疲れてますわ。そう、疲れがドットコムですよ。スイカウンとかじゃないよ。ラバリですよ。龍角さん、今シワとあって、あ、お疲れ様です。今日は沼になりませんよね。ちょっと待って、俺さ、一回あれ着替えるね。一回着替えるわ。入浴剤今入れた方がいいの。よっしゃ、準備できた。ウェイウェイ。なんで熱くなっちゃってんの。
なんで熱くなっちゃってんの。やめて、やめて、入浴剤入れましょう。やめて。なんで、やめて。これ開けとかねえとな。なんで。じゃあ入れるか。ペパーミント味。ペパーミントの香りで。いや、ペッパーミントだって。これ初めて使うんだけど。この匂いとさ。うわ、もういい匂いする。マジかー。もういい匂いしちゃうかー。いや、マジでもういい匂いする。マジで。マジか。これちょっと、ね。今までのなんか、モグラは土の色とかなんか色々使ってきたじゃん。このシリーズで一番なんか、この多分スーッとするのかな。お茶パック。よいしょしょ、あちゃ、熱くねえ。いや、匂いも配信できるようになったらいいね。そしたら毒ガスでも配信して、てやるよ。そういうやつ絶対いるよね。でも匂いがダウンロードできる時代は来るよ。確実に。匂いをアップロードとか匂いをダウンロードできる時代は来るよ。これ 100% 来る。こんばんは。いや 100% 来るって。まあ感触とかもね。感触も来るか。いや、それは確実に来る。それは地球が終わる最後らへんかな。何言ってんの。20年後とかにはもう確実に来てるわ。20年後とは言わんよ。もっと早いかもしんない。そう、10年20年後には、そう、匂いは。でもまあ、そう、毒ガステロとかさ、そういうのがあるからさ、まあドローンと一緒になるよね。来てみたら足匂い、ドローンと一緒になるんじゃない。扱い、サリン怖い。スマホカードガスやばっつうけど、全然俺あると思うけど。何色なんこれ。これ森の色ですよ。レンタンタコ、あ、いいね。ブラクラでは済まない。揉まなきゃダメ。揉みなく、のまもらないと、お茶っ葉が、最後まで、ダメじゃん。僕はケチじゃないからさ。ケチなのか。俺も揉む。普通揉むよね。ちゃんと使い切るっていう。
使い切るっていうさ、ケチ、俺はケチだよ。どっちかっつうとケチだと思う。でもいい匂いする、いい匂いがする、とてもとてもいい匂いがする、気持ちよき。足が可愛いってどういうことや。それ揉まないと全然出ないよね。スースーする、しない、スースーはしないわ。あー、楽ちゃめた。リラックスしてる、いい香り、つまんげもいい香りする、マジで。なんだっけタイトル、天気のこの晴れの下でっていう入浴剤使ってます。はい、足が可愛いって意味わかんねえ。俺の足の指とかってこと？俺の足の指はすごいかんねえ。買ってみよう。毛が気になるってな。かわいい。ギリシャ型。よくつるんだよね。人差し指だからめっちゃ長いから、すげえ長い、ほら。めっちゃくちゃ長いよ。だから、合う靴がないっつうか、だからよく釣る。よく釣る。毛も長い。そうそうそう。よく釣る。靴はサイズ合うとか、まあまあ、よく俺釣るよ。爪ちゃんと切ってんのね。いや、切ってないよ、そんな。そんな、手は切ってっけよね。手はなんか切ってる方だけど、ミネラル不足ってなんかいつも言われてるね。手は爪は切ってます、ちゃんと。はい。頭の毛の状態はだから俺すげえ髪生えたから、爪きれい、素敵な毛、手きれい、指長い。ああ、そう、手が綺麗なんだって、俺が。手が本当に綺麗。本当に、ちょっと、爪丸くないとか、手かっこいいとか綺麗とか、へえ、汚い手ってのが、本当にわかんない。逆に、汚い手なんて存在すんの。そんなもん見たことねえよ。ほんと綺麗、手綺麗。ミネラル、握手会しよう、美しい。あるよって何が汚ねえんだよ。じゃあ調べとくわ。調べとくわ。毛が嫌。いや、毛が嫌って言っても、お前の手よりは綺麗だから。汚ねえ手してるくせに。毛が生えたっていいじゃん、別に。とても好き。ミネラル入ってる、すごく麦茶がある。クリームパン。クリームパンみたいな。ナウシカのじいちゃんの手だよ。あれ別に汚いと思わないもん。エビが長くて、形が立て、ビタミン12とかも大事。ノコさんって自分で好きなパーツある。顔だね。ミネラル麦茶。顔と、まあ顔かな。こっちとすら毛すらないわ。姫様は綺麗だと言ってくるな。頭ポンポン。顔はずるい。色ん顔だね。こんばんは。のごさんか。今日怪我してない。顔自信ある、当たり前じゃん。こんだけ褒められてて自信がないわけねえじゃん。
あ、すいません。顔ですね。歯並びもいいしな。しないかな。ちょっとシャンプーする。そうそうそう。シャンプーするわ。疲れてませんか。いや、疲れてないよ。よいしょ。シャンプータイム。今日のシャンプーは、危ねえ、落ちるとこだった。これ使います。前も使ったね、シャルマンシュシュ、シャルマンシュシュ。これいいっしょ。俺が勧めたおしゃれ、シャルマンシュシュ、オシャンティ、いいね。みんなも使ってるこれ。あ、さっぱりする。そう、水没させる気をつけない。いいやつ。え、これいいやつな。普通じゃない？別にそんな別にた特別たタークなくない？シャンプーいつもおしゃれ。うわ、これいい匂いしますよ。海の匂いがするの。海。海の匂いするの。海の匂い。そう、さやか系、マリン系。いやけど本当いい匂いするよねこれ。マジでいい匂いするよ。マリン系、そう、海の匂い。いや本当に、真面目にすげえいい匂いする。え、これやっぱこれおすすめしますわ。そう、さやかな感じ。いや、買えって、売ってるから。
洗い流します、洗い流します、洗い流しますね、洗い流します、洗い流させてください。洗い流します、洗い流します、流し洗います、もっと洗い流します。洗い流しました、どうですか、洗い流しました、よろしくお願いします、オリンピック出れますか、シャワーいいの、シャワーいいの、シャワーいい、シャワーはいい、いい、いいの、いいの、暑い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 から冷たいのに買わせる、
マイナスイオン終わりましたが、大体終わりました。OK、さっぱり。元気、元気だよ。おう、いやいや、ヤッホー。あ、お茶爆発です。皆さん、お茶爆発です。楽しい配信ありがとうございます。楽しい配信をありがとうございます。いや、のぼせねえ別に。お茶爆発です。のぼせてないですよ、のぼせてないですよ。爆茶漬け、爆茶漬け、お茶を返します。こんなにいっぱいいつもあるぞーす。爆茶漬け、爆茶漬け、チャカドス、ラリットゼアン、爆茶漬け、朝腕に何かついてるじゃない、朝腕。朝腕ってなんだよ、朝腕って。爆茶漬け、爆茶漬け、爆茶漬け、腕にサッカーついてて何？何がついてんの？何がついてんの？完全にヤバいって。何がヤバいんだよ、どうしたとか。みんなって別に普段こんな感じだろ。いや別に普段のこんな感じだろ別に。あわ、え、ふうの会腕に合わせよし。右肘にあたり、あ、後でシャワー浴びるからいいや。
よいしょっと。ちょっと待ってて、またシャワーする。よいしょっと。
い、出ました。ああ、さっぱりした。ああ、さっぱりした。ああ、さっぱりした。よいしょ。よいしょ、着替えたよ。着替えたよ。ドライヤーしよっか。うん、眠いね。サッシャが、シャシャン、シャシャンが眠いね。ああ、眠い眠い、うん、眠い。ああ、さらに寝るでしょ。絶対今寝るのは飲んだらさらに寝ちゃう。400人しか見てないんだ。
みんな寝てってな、ちょっと起こそっか。ドライヤーしますって。大体こんなんで起きるやつなんてそんないねえよ。髪乾くときが一番気持ちいい、うん、おはようございます、うん、髪増えた。明日帰るよ。今日バイトがしんどかったです。頑張ったね。今車で移動中。起こされた方たちだけじゃねえだろ。知らん、何時か。お疲れというかもう、ね、ちょっとドライヤーするから。髪の上の乾きました。ボッサボッサやって、どこがボッサボッサなんだよ。乾いてんだろ、ほら髪サワサワだよ。ふさふさやん、ふさふさやんって。ああ
ふさふさなのかどうかわからんが、寝れないや。ぎゅって俺もじゃあそろそろ始めましょうか。ちょっと待って今何分？47分か。次のお茶枠タイム、あ、60分か。うん、一応買いだけもらってそれでやめるわ。うん、寝よう。ではの寝るのだを、いや寝るのはいらねえよ。うん、買いだけもらってやめます。うん、当たり前じゃん、こんな頑張ったんだから。だってなんだかんだやっぱ疲れたかんね、打ち上げ配信。うん、いやだから何お前ら配信してねえからね、打ち上げ配信。さあ3日連続だぜ、やっぱ3連ちゃんのライブはダメだ。うん、3日目はダメだ。うん、今日よくまあクソライブになんなかったわ。いやなんかクソライブっていうかその声がガラガラ、声なんめっちゃ出たじゃん。うん、声普通に出てよかったわ。うん、いや結構心配したから俺。うん、うん、結構本当に心配したからね、声に関しては。服買ってないよ。配信してくれて本当にありがとうございます。いやすごい声出たって言うけど、よかった頑張って。いやでもさ、毎回聞いたか、あの外行こう、死ねよバカ、殺すわ。なんとか紅茶ツイッターに写真やる、それはそうじゃん、いいライブしたから、ありがとう。ドンタコス本当にお疲れさすぎるよ、あざす。連日ライブはきついって、出発までゆっくり休ん。いやたくさん寝てねっていうか、明日だから分からん。カニ美味しかった。次回はゆったりスケジュールだといいね。ゆったりスケジュールってゆったり、まあ基本的にはゆったりスケジュールだけどな。いやーうん、まあ響かる、あまあとりあえず音源垂れ流し配信は家でやるから、家帰ってやるから。てかあれ死にてツアーのも残ってんのか、いっぱいネタいっぱいあんじゃん、音源流す配信。死にてツアーのやつもあるか、配信してないやつのライブの音源。酸素カプセル、うん、ちょっとうんね、音源配信じゃあ家帰ってやっていきます。初めて配信来ました、ありがとうございます。盛りだくさん、いやいやいや、ちょっと待って、これ楽しみだな。死にて音源聞き、死にて音源、あ死にて音源ね。うん、だからそれ配信だから溜まってってか、強烈強制しなかった しよっかな。楽しみに待ってます。メンバーは配信しなかったね、ホテル配信な。強烈強制だっけ、なんかそういう名前のやつなんかあるじゃん。あれ昔やったことあるけど、やっぱ宿毛強制だ、6000円ぐらいかかるやつ、
あれけどすげえ良かったんだよな俺。あれ良かったんだよな。宿毛矯正またやろっかな。あれ良かったんだよな。よかったよかった。そうそう、サラサラとか、ま、前髪だけ失敗するときあるんだ。そんなにイケメンでなくてもいいのになって、どういうことなんで。やったことあるよ俺、3回ぐらいくるんってなっちゃうからね。そう、くるんってなっちゃうから。宿毛矯正。前髪だけする。新宿駅の PV の髪型わかんない。俺猫毛、うん、猫毛、癖っ毛っつうか、うん、白髪とかないよ。ちょっとお茶バックタイム行ったら LINE 見よう。 LINE 見て明日の時間何時起きなのかチェックメイト、うん、チェックメイトが何時なのかちょっとなんか見よっかな。LINE 教えて。やだよ、青とか言ってくるんじゃん。青ってチェックアウト。みんなで LINE したくない。個人がいい、それだったら。アパホテルは11時。あ、そうなんだ。死ねとか言わねえよ。 LINE やってね、決まってんじゃん。血まめになってるんじゃないんだって。あ、これね、これは正面になってるのかな。うん、お子さんの LINE のプライフィルフィル画像何してんの。え、教えたくない。前も聞かれたけど知らん。やだよ、複数で LINE グループと絶対やだ。1対1がいい。複数とかやだよ。スタンプとか押すの、押すよ。スタンプとか持ってるよ。うん。何のスタンプ持ってんの？あ、いや、教えません。ほら、来た。何のスタンプ持ってんだっけ、俺ってか。トトロ。結構持ってるよ。うん。トトロ。トトロとか。結構つうか10個ぐらい持ってるじゃん。10個ぐらい。こじこじはねえな。うん、そうそうそう。おちばかあざんす、来てないけど。軽音じゃない。うん、うさぎのやつってなんだよ。ちーまる子ちゃん、うん、ポケファスかわいいよ。わからん。うん、もうすぐ寝る。 LINE スタンプね、かまってちゃう。おちょばかあざんす、おちょばかあざんす。9層ネズミ、うん、
あんなもう興味ねえよ。お茶ばっかりざっす。ゆっくり寝て、ボンレス猫。猫になった。コカ・コーラのスタンプとか、ああ、あったね。お疲れ様です。ありがとうございます。スタンプ2個以上押されると何死ぬということ。お疲れ様、ありがとうございます。懐かしいね。お疲れ様でした。ありがとうございます。おやすみなさい。お疲れ様です。こじこじのスタンプあるんだ。ツアーお疲れ様です。ありがとうございます。してる。おちむかいざっすー。進撃の巨人、美佐子さんと一緒じゃん。お疲れ様です。ありがとうございます。仙台また来て、行きますー。おちむかいざっすー。LINE のアカウント。おやすみなさい。今日ライブ本当楽しかったです。また行きます、明日も何も予定がないって、お疲れ様です。目覚めた。ちょっと目覚めた。そう、お疲れ様です。あざすー。野呂さん超お疲れさ。インスタの DM 見ますか。だから見てるよ。でも全部は全部見てないと思う。たまにしか見てない。いっぱい来んだもん。でもなんかファンレターみたいな感じでさ、飛ばしてくれる人いっぱいいるじゃん。アートね。お疲れさ、最初ありがとう。そうなんだ、お疲れさ。インスタでは別に、ストーリーは見てそうなんだって。だって DM ってボタン押せば見れるわけじゃん。そんなもん見るに決まってんじゃん。お疲れ様です。今日はゆっくり帰りだからね。明日からしばらくゆっくりできるんか分かんない。ミックスとかいろいろあるからダメかと思ったって。何が、事務所に管理されてないもん。返信したことある、あるよ。あれファンはないかな。だから普通に芸能人ファンは多分、ファンは多分ないと思う。ゆっくり休んでね。原田達治って誰それ。分かんない。ファンにも返したことあんのかな俺。いや多分絶対ないと思う。ない、 あるな ないと思う。お風呂に行ってきます。行ってらっしゃい。エッチの誘い、ああ来たことあるよ。来たことあるけど、それもね、あの我慢して返さなかったことある。それはマジで。おやすみなさい。我慢して我慢した。いや断るとかじゃなくて我慢した。いやちょっと行こっかな。でもなんかちょっとで、なんかこいつのプロフィール画面とかいろいろ見るとなんかサラサラそうだなとか思ったし、いろんな理由あるよ。赤裸々すぎる。そういうのめっちゃ来るでしょ。いやめっちゃ来ない。普通にみんな純粋にファンレターだよ。のこさんの音楽で救われましたって、ずっと昔から好きでみたいな。
のこさん読んでるか分かりませんがみたいな。いや本当に本当に、うん、いや別にセックスしませんかみたいなのは別に本当に今までそんな3件ぐらいで、ね、あってもマジマジマジ、うん、そうそうそう。いやだから普通にみんなね、ああありがたいなって思いながら見てるよ。うん、いやいやありがとうございます。うん、とりあえず今のところはだからファンに DM は返したことはないです。この先は分かんないけど、うん、とりあえず今のところは本当ないです。救われはせんがかっこいいわ、ありがとうございます。うん、お子さんの曲に本当に救われて、ありがとう、ありがとうございます。分からないの、分からないのって俺の勝手じゃん。うん、多分明日誘いの DM 来ると思う。のこさんの音楽は好きです、ありがとうございます。読んでもらえるだけありがたい、言う返しちゃいよ、どういう子お前ちきて、ありがとうございます。おのちゃんの歌元気出る、ありがとうございますね。本当に荒川ゆあいちゃんって誰、多分10件くらい来る。ミュージシャンが一番言われて嬉しい言葉ですよね。まあもう普通に嬉しいよ、うん、その感謝してます。うん、ありがとうございます。何インスタント DM 米みたいに、いやそういう人もいるよ。インスタント DM 別に米みたいに送ってる、全然別にそれでもいいんだけど、うん、おさんは信用できるってこと、うん、男かなんか来ねえや、疲れてるのはもう寝た方がいいんじゃないけど、まあまあけど分かんない、別にそんな普通ベイキャットライジング災害でしてフェスってある、いやそれ多分みんなが知ってるでしょ。うん、エッチ会しよう、お子さんは不思議やパワーがあんねんの、落ち着く声でしょ、声、うん、声でしょ、体の中、明日の時間チェックしたら、うん、いやいやこちらこそありがとうございます。そんな元気与えてるつもりはないけど、うん、なんかやっぱちょっと寒い、みんなね、なんか声が本当落ち着く、うん、いやいやありがとうね、うん、ちょっと LINE 見てきていい、これ LINE 見てくるとだから配信止まんのかな、止まったらまたやるね、ちょっと見てくんね、そんななんか止まんないと思うんだけどな、こういうの